中年オタッキーです。ロシアとウクライナの戦争が終わらないですね。それどころかなんかね、プーチンが暗殺されたら自動的に核ミサイルが発射されるシステムになってるとかで、今地球はなんかね、最大の危機を迎えているような気がしますね。まあやっぱりね、第二次世界大戦が終わるときにチャーチルの言った通りにしときゃよかったんじゃないのかなと。これはもう真偽は定かではないですが、まあそういうことはどうでもよくはないですけど、カメラの話にしていきましょうか。今日はね、このカメラを撮ってきました。はい、この可愛らしいカメラね、リコーオートハーフですね。リコーオートハーフで、まあ以前ね、モノクロフィルムで写真撮ってきたんですけど、非常に出来が良かったんで、カラーフィルムね、カラーネガフィルムを入れて撮ってきました。まあ、どんな写真が撮れるかっていう、このね、富岡レンズ、ということでね、カラーでどんな写りになるのか楽しみということで、今回とね、撮ってきたわけであります。それでは本編スタートしていきます。はい、このね、リコーオートハーフなんですけどもね、オリンパスがペンシリーズをね揃えて爆発的ヒットをしている時にね出てきたカメラなんですね。で、ハーフサイズカメラということなんですけど、オリンパスペンと違っていろいろ面白い、構造になっておりますね。まあその辺はね、前の動画も見ていただければいいと思うんですけど、ゼンマイ式のワインダーだったりとかね、その辺が面白かったんですね。で、すごくロングラン発売されて、最終的にはね、フラッシュもね、装備したモデルまで発売されたみたいです。で、レンズはね、富岡製と言いましたが、一応リコーが設計しているみたいですね。リコーが設計して富岡光学が製造したレンズになるようです。いろんな革新的な構造をね、使ってね、作られたカメラではあるんですけどもね、まあ、どんな写りかということなんですが、まあ富岡のレンズということでね、設計はリコーなんですけども、まあ、正確に作ってあるということもありますし、まあ、コーティングってこの時代のカメラなんでね、レンズなんで、コーティングっていうのは大したことはないんでしょうけど、まあ、どんな感じで写ったのか、ちょっと作例に行くんですが、まあ、ハーフということでね、35ミリフルサイズの半分に切っているということで、作例がね、縦構図にしても横構図にしても4対3ぐらいの比率でね、あんまり大きく表示されないんですね。もうそこはね、まあ、仕方ない部分ではあるんですけどね。それは仕方ない部分ではあるんですが、このハーフっていうことをね、踏まえながらちょっと見ていただければと思います。まあ、普通のね、フィルムの半分のサイズで、まあ、こんだけの写真が撮れるのかなっていうのをね、見ていただければ、いいと思います。それでは、ここからは作例です。作例なんですけどもね、今回使用したフィルムはね、コダックゴールド200カラーネガフィルムになりますね。で、見たところでね、コダックらしい色がしっかり出ていると思いますね。まあ、淡白な色の写真もないことはないんですが、逆光にもね、結構強い感じでね、光を結構使った写真もいい感じで仕上がっております。でね、解像度はやはりハーフということで、もう一つなんですけど、このカメラね、固定焦点 1.5 メーターということで、あとの前後はね、もう被写界深度でカバーしているんですけども、やはり 1.5 メーター部分ぐらいにね、ジャスピンが来てね、無限遠はしっかり合ってないと思いますね。で、レンズに太陽を食らうとこんな感じになってしまうことはなってしまいますね。で、このね、1.5 メーターっていうのをね、頭に入れて、だいたい 1.5 メーターぐらいの位置にね、メインの被写体を持ってくる撮り方をすると、美味しい写りになると思います。そんなわけでね、これ、1.5 メーターぐらいのところに比較的ね、持ってきて被写体を持ってきてるんですけどね。で、屋内でこれ、ちょっと手前の方はもうピンボケになってますが、屋内でもね、200のフィルムでそこそこ撮りました。これ開放なんですけど、全部開放で撮っておりますが、こんな感じでね、屋内でも撮れていますね。これはちょっとさすがに苦しかったかなっていう写真になっていますけどね。でね、このリコーオートハーフなんですけども、オリンパスペンシリーズと比べるとね、モワット感がないなと。
これモワット感っていうのはカラーネガフィルムで撮るとね、どうしてもなんかモワッとした感じになるんですけどね、オートハーフはねそんなことがなかったですね。ほとんどモワット感が出なかった。これね、オリンパスペン EE よりもさらにね、キャノンのデミ、キャノンデミはさらにモワッとするような感じがしてね、うん、カラーには向いてないなと思ってたんですけどね、こいつはね富岡レンズということでね、あまりモワット感が出ないようです。で、利点ばかりでもないんですね。弱点も非常に多いカメラでありますね。まず壊れやすいんですね。例えばこれセルフタイマーが装備されてます。セルフタイマーが壊れたりとか、あとね、シャッター膜がね、非常に弱い構造でね、すぐ開かなくなるんですね。これね、ものすごく微妙に作られてまして、分解して直すのにもね、結構コツがいるということで、オタッキーは特に分解してないんですけど、まあ、とりあえず動くんですけど、そうですね、10カットに1コマぐらいはね、シャッターが開かないっていう現象が発生してましたね。で、さらにね、セレン光電池、これセレン光電池でオートで動くんですが、セレン光電池が死んでいる個体が非常に多いんです。オタッキーのやつも実はそうで、マニュアルで撮影してます。で、ダイヤルをね、A にすると、このセレン光電池で撮影するんですけど、もうシャッターボタンが押せなくなってしまいますね。セレン光電池が発電してないんで、全然動いてないんでね。で、マニュアルで撮影するんですが、絞りがね、2.8、5.6、11、22という表示で、シャッタースピードが多分25分の1だったかな。だから200のフィルムで撮ると大体ね、常にね、16ぐらいの絞りになってきて、まあ絞り込んでいい写真になるっちゃなるんですけど、解像度が上がるんでね。まあそんな感じで不自由な撮影になることが多い、ということになるんですね。まあレンズはいいんですけどね、写りは非常に良いんですが、まあアキレス腱も抱えているということで、あとゼンマイ駆動のワインダーもね、故障しがちということで、購入する際にはね、非常に注意が必要ですね。で、こんな状況で写りがいいですよ。ね。で、壊れやすい。ということでね、ちゃんと動く個体は非常に高価になってます。オタキのね、これはね、セレン光電池が死んでてジャンクだったんですけど、それでも2500円しました。可愛いデザインでね、ちっちゃくて、結構写りが良くて、で、さらに、富岡レンズのね、写りが良くて、まあいろいろプラスがあるんですけどもね、マイナス部分もでっかいんですね、これがね。うん、未だにね、人気デザインとかも良くて、それにね、記念モデルとかね、いろんなデザインのね、カメラが発売されてて、コレクターズアイテムにもなっているカメラでもありますね。一番初期のものがもしかしたらね、セレン光電池は生きてるやつが多いかもしれないです。逆にね。だんだんね、コストを下げていくというね、こういう長いことね、売ってるカメラは、徐々にコストを下げていく風潮にあるので、セレン光電池がそれでね、安いものを使って、死んでるっていうパターンが多いのかもしれませんが、まあ、この辺はちょっと定かではないです。はい、こんな感じでね、カラーフィルムで撮ってきましたけど、ちゃんと動けばね、ちゃんと動けばですけど、かなりいい写りになるっていうことが分かりました。カラーネガフィルムもモノクロフィルムもね、すごい値段が上がってますけど、まあ、ハーフで撮るとね、倍撮れるということでね、狙ってもいいんじゃないかなと思います。はい、今日の動画はね、こんな感じでちょっと簡単になりましたが、終わっていきますね。リコーオートハーフね、富岡レンズのね、ハーフカメラということで、狙ってもいいんじゃないかなと思います。はい、でね、まあ、購入の際はね、本当にね、いろいろ注意してくださいね。もうマニュアルで撮るってね、鼻から考えてりゃね、もうシャッターが動けばいいやっていうね、ノリになってくるんですけどもね、できればオート、セレン光電池が動いてくれた方が嬉しいモデルにはなりますね。はい、今日の動画こんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはアリアさんですね。中年オタッキーさん、こんにちは。アリアです。今日もお仕事お疲れ様です。作品投稿のコーナーに応募します。タイトルは初めてのワンテンフィルムです。カメラの北村で500円で売っていたポケットフジカ250というカメラに一目惚れして買いました。なんで500円なんですかって店員に聞くと、ワンテンフィルムはもう売ってないからねと言われて残念と思っていましたが、
いろいろ調べたロムグラフィーからまだ出しているではありませんか。早速注文して毎日ポケットに入れてさ撮りました。この写真も友達と放課後に撮ったものです。ワンテンフィルム、種類は少ないみたいですが、持ち運びしやすい、小さくて可愛いのでなくなってほしくないなと思いましたということですね。で、写真な作品なんですけどもね、このワンテンフィルムの懐かしい味、ちょっともわっと感が出てますが、だいたいこんな感じになるんですね。フィルムのサイズがものすごくちっちゃくて、すごく引き伸ばされるんでこんな感じになるんですけど、これよく写ってますよ。僕もね、中学生ぐらいの時にワンテンのコダックのワンテン使ってたんですけど、もうこんなに綺麗には写らなかったです。今も持ってるんでね、フィルムも持ってることは持ってるんで撮りたいんですけどもね。以前ね、ワンテンのね、一眼レフカメラいただいたんですけど、修理に失敗したというか、断念したんでね、フィルムが余っているので、そのうち僕もワンテンで撮ろうと思いますが、ワンテンの見事な作例、アリアさん作品ありがとうございます。はい、次がね、時神さんですね。時神です。コロナ禍の中、お仕事お疲れ様です。視聴者作品投稿に1枚投稿します。タイトルは、まもなく発車します。撮影の場所は、阪海電車の浜寺公園駅前。LRT を撮影しました。LRT って車両のことなのかな。カメラはペンタックス K2。レンズは SMC ペンタックス M50mmF1.4。ネガカラーフィルム、ロモグラフィー、ネガカラー100を詰めて撮影しました。絞り F8 です。50mm レンズの画角で被写体を切り取るの悩みます。ということで作品なんですけどね。まあ、これ近すぎたということで、もう 50mm ちょっとね、スナップ撮るにはちょっと長すぎるんですけどね。でも、ものすごい綺麗な写りにはなっています。これね、阪海電車って長いこと見てないんですけど、こんな新しい車両も導入してたんですね。知らなかったな。見事な写りではあると思います。時神さんありがとうございます。次はね、小寺さんの投稿ですね。おたっきー様、おたっきー様ライブ見ながら投稿です。桜の撮り方の説明があり、去年のコダックゴールドの写真を送ります。組写真になりますね。カメラ F2 フォトミックエース日光レース50オート50mmF1.4 AI 自己解像で、セルフ解像ですね。桜の写真を撮りに美観地区に来てくださいということですけど、最近岡山に行くチャンスはあまりないなぁ。ということで作品なんですけど、1枚目からね、これ結婚式の様子を撮られておるようですね。天気は、天気結構いいみたいですが、真っ昼間ということで、光がこれ真上から来ちゃってるのは、仕方ないところではありますね。桜の方はピントをぼかして奥の方にピントを合わせる手法ですが、これね、3枚目はいい感じですが、1枚目、2枚目はもうちょっと大きくしたかった、トリミングしてもよかったかもしれないですね。3枚目はかなりいい感じに映っております。はい、小寺さん、ありがとうございます。次はね、四日市の中年男さんですね。中年おたけさんお疲れ様です。俺のカメラの投稿と作品投稿は同時になってしまいますが、同じフィルムのでこういうご勘弁ください。なるほど。先日、ようやくフィルムの現像が仕上がってきましたので、2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは、休日です。四日市港の引き込み線のワイヤー式遮断機の踏切が、快晴の空に生えている、の1枚。カメラオリンパス OM4TI ブラック。プロビア 100F です。2枚目はやはり四日市港の撮影です。タイトルは岸壁です。カメラとフィルムは同じ。レンズは随行オート T100mmF2 です。1枚目の使用レンズは随行オート W24mmF2 です。フィルムがプロビアですね。すいませんということですね。で、作品なんですけども、プロビアね、これ青がものすごく伸びるんですね。1枚目。これね、特徴的な交差点ですね。タイトル画面行っときましょうか。2枚目もね、タイトル画面に行こうか非常に悩みました。切り取りがズバ抜けていい感じですね。どちらも良い作品になっております。タイトル画面ゲットということで、四日市の中年男さんおめでとうございます。次がね、栗さんの投稿ですね。おたっきーさんこんばんは。久々に2枚投稿いたします。1枚目のタイトルは冬の噴火湾。室蘭の地球岬付近より海を隔てて北海道駒ヶ岳を狙ったものです。2枚目は点検、天の剣、点検って、天井の天に、険しい探検の剣ですね。同じく室蘭地球岬付近の奇岩です。2枚とも富士カラー100で撮影。キャノン T70、トキナ35-105mm を使用。室蘭は北海道有数の工業都市でありながら、すぐ近くに大自然を感じる観光スポットがたくさんある不思議なところです。
被写体にはこと書きませんが、漢字のフィルムがかなり高騰してきて辛いですね。私もモノクロの自家現像に手を出そうかなということなんですけど、作品なんですけどね、こちらもタイトル画面非常に悩みました。これね、メガカラー100でこの色はすごいですね。地球の丸みもちょっと感じてね、いい写真になっております。2枚目の方もね、ちょっと奥の方がもやがかってるのがまたね、いい感じで写っておりますね。奇岩ということでね、これ火山が噴火した溶岩が、海まで流れ着いた感じなのかな。はい、栗さん投稿ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。とうとうね、作品投稿のコーナー、投稿がなくなりましたので、また投稿、どんどんよろしくお願いします。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、野上さんの投稿ですね。おたっきーさんこんばんは。俺のカメラのコーナーに投稿させていただきます。カメラはニコン F にウエストレベルファインダー、レンズはニッコール SO と 35mmF2.8 です。昨年3月頃に購入し、5月から10月まで5ヶ月に及ぶオーバーホールの末、現在バリバリ活躍中です。ウエストレベルファインダーは軽い上覗くのが楽しいので気に入って使ってます。縦構図は厳しいですが、確かに。ニコール SO と 50mmF1.4 を装着した画像もあるので、2枚目追加させていただきます。ということでね。で、作品なんですがね、これはね、もうはめ込み画像かなっていうぐらいのね、いや、なかなかですね、特にこの2枚目のね、紅葉の写真。これ、タイトル画面行きましょうか。これは仕方ないな。いや、あのね、二眼レフでもね、この手の写真は狙えるんですが、二眼レフのファインダーで結構暗いんですよね。で、さすがね、ニコン F ということでね、35mm のファインダーということで、非常に明るくてね、これ本当にね、なんか、画面をね、はめ込んであるんじゃないかっていうぐらい美しい映像になっておりますね。ウエストレベルファインダーね、楽しめるということなんですが、構造を決めるのは非常に難しいですね。これ逆になっちゃうんですよね、構図がね、右に振ったら左に振れるみたいな感じでね、使ったことある人はわかると思うんですけどね。はい、今日のね、動画はこんな感じになっていきます。で、今回ね、リコオートハーフの作品を紹介しましたが、ちょっとこれ伏線になってましてね、次回はね、オリンパスペン FT、一眼レフカメラで、カラーネガで撮ってきたんですけどね、結構ね、同じカットで撮ってますんで、リコオートハーフとペン FT のね、対決ということになる。ちょっとフィルムが違うんですけどね、長い間撮ってたらこれ対決してもいいんじゃねみたいな感じで、なってきてね、フィルムはね、オリンパスペン FT の方は富士のね C200 になってるんですけど、もう販売がねこの間終了したフィルムになってるんですが、まあね、とりあえずね、どのぐらい写りが違うのかということで対決させてみようと思います。はい、今日の動画はこんな感じで簡単に終わっていきますが、なかなか戦争が終わんないんですけど、早く終わってほしいですね。本当地球の破滅とかね、本当に勘弁してほしいですね。そんなわけで、オタッキーのね、英語字幕版の動画の方もね、好調に推移をしておりまして、また新しい、動画もアップされておりますので、訪問の上、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。この動画の最後にもね、チャンネル登録ボタンありますんで、そちらからも登録できます。でね、オタッキーのね、チャンネルの方もね、5000名を超えたところですけど、まだまだ上を目指しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。